男子バレーボールネーションズリーグ VNL ファイナルラウンド決勝が日本時間7月1日、ポーランドで行われ、日本代表はフランス代表に1対3で敗れた。準優勝で終わった日本代表だったが、主要国際大会で47年ぶりの銀メダル獲得、世界ランク2位浮上と輝かしい成績を収め、パリ五輪へ大きく弾みをつけた。カナダ代表 スロベニア代表を破り、決勝に駒を進めた日本代表は予選ラウンドでフルセットの末に勝利していたフランス代表と対戦。常に接戦を演じ、第2セットを取るなど勢いを見せたが、東京五輪で金メダルを獲得したフランスの壁は越えられず、惜しくも敗退となった。試合後に今大会、テントリアとして大活躍を見せた西田裕二が SNS を更新。 メンバー全員との集合写真や、共に主力として戦い抜いてきた石川祐希や高橋愛との笑顔のサンショットなどを共有した。さらに、このステージで勝つことの難しさを感じれたことは今後に必ずつながると思っています。次はパリオリンピックここで結果を出せるよう、みんなで準備していきます。日本の皆さんも朝早くからたくさんの応援ありがとうございました。 と初めての決勝の舞台の経験を振り返るとともに、ファンからの応援に感謝を示した。この投稿には、ぐっと来てしまった、全部良い写真だ。この3人が同じ世代に揃ったのは奇跡、最高の1ヶ月半でした。こちらこそありがとうございました。といった返信があった。